今日は先ほど開かれました旧約聖書ミカ書の4章、ミカ書4章1節から13節、4章全体です。今日のメッセージの題は、さあ主の山、ヤコブの神の家、はい、行きましょう、登りましょうという題ですね。さあ主の山、はい、神様、父なる神様、イエス様の山、ヤコブの神の家、はい、すなわちこれは、エルサレムを表しているわけです。終わりの日に主の家の山は山々の頂に固く立ち、丘々よりもそびえ立ち、国々の民はそこに流れてくる。多くの異邦の民が来て言う、さあ主の山、ヤコブの神の家に登ろう。主はご自分の道を私たちに教えてくださる、私たちはその小道を歩もう。これはイザヤの2章にも同じ御言葉が出てきます。イザヤ書の2章、すなわちこれはイエス様による千年王国の予言を意味しているわけです。ミカ書と、はい、イザヤ書は、はい、非常に似ているわけです。イザヤ書は66章、はい、ミカ書は、はい、この7章ですけれども、イザヤ書をコンパクトにしたようなものがこのミカ書になっております。先だっては皆さんご存知のように、はい、今シリア、あるいはイラクの北方のある地域を、イスラム国という、はい、グループ、暴力集団といろんなことが言われておりますが、はい、支配しております、はい、そしてイスラム国を、ね、作ったと、うん、そしてその指導者が私がカリフだと、ね、大昔あったあのイスラム教の国カリフ、一番の指導者だということを宣言したんですけれども、はい、他のイスラム教のグループたちはあれは違いますということを言いましたけどね、はい、その時にご存知のように日本の2人の方が、はい、死を遂げられました。特に世界に広がったのはこの、一人の湯川さんという方を助けに言ったこの後藤健二さん、彼は信仰者であったということが言われております。そして何のために、はい、彼は言ったか、はい、日本政府から3回も行かないように行かないように行かないように危険だから、はい、やめてくれ、はい、しかしながらそれを彼は、振りほどいてというか無視してというかとにかく行ったわけです。そして、向こうに行って彼らのいるところまで行って、この湯川さんのところに出かけて行ったんでしょうね、捕らえられたんですね、ガイドのこの装った、はい、イスラム国のメンバーに捕らえられたらしい、はい、湯川さんに会ったかどうか知りませんけれども、まあ、会ったのかも分かりません、うん、何しに行ったかということですね、はい、何しに行ったんでしょう。広島湯川さんを助けに行った、はい、助けに救出に行った、助けに行った、うん、助けに行くということはどういうことですか。湯川さんを助けに行く、はい、私は湯川さんを何らかの方法で助け出して、そして日本に連れ帰ってくるという意味の助けだと、こういうふうに思ってました。先週の祈祷会で、はい、司会者の、はい、その後ろにいる、ね、萌衣兄弟が、はい、こう言いました、ね、後藤さんは湯川さんを助けに行ったんだけれども、はい、実は、はい、湯川さんに福音を伝えて湯川さんを救いに行ったんですよということを彼は言った。私もね、一本取られたなと。それはそうなんだ。
本当の意味において湯川さんを助けるということ、それに日本に連れてくるはそれも結構なんですけど、彼に福音を伝えて、はい、彼を、はい、救うということです。ですから、はい、それを後藤さんはやったんではないのかなという感じがするんですけどね。二人はあのテレビの映像に出てきましたよ、あの赤い服を着て。だから語ることができたはずです、うん、福音を語ることができた。ですから、はい、後藤さんは湯川さんを、はい、この救いに導いた、天国に導いたということになる、あるいはそのために出かけていったということ。そうなんだ。それこそがクリスチャンのやるべきこと、殉教しないように、死なないようにするっていうのがクリスチャンのやることではない。第一はやっぱり救うことなんだ。殺されてもすぐ天国に入れるようにする。先週は、はい、この教会から、はい、中野芳子牧師が、はい、長崎の、はい、殉教者聖会に出かけました。他のグループの殉教者の聖会というのは、殉教者って何かというと、1580年あの豊臣秀吉によって彼が突然変身しましたね。そして、はい、キリスト教、ね、宣教師は伝えてはいけない、信じている者たちはみんな逮捕して、ね、殺してしまう、刑罰を与える、そういう彼は命令を出したわけです。そして26人の人たちが、はい、この長崎の西坂というところ、岩手県の出身の船越、はい、画伯が、はい、あの方はカトリックの信者さんだと思いますが、26世紀も、はい、今からもう何十年、40年50年ぐらい前ですかね、その像を作った船越さんの代表作。私も実はその46、7年前に夏季の進学校の実習でそこ行きました。長崎教会の、はい、牧師の娘さんを自転車に乗っけてね、三つ子さんという女の子を乗っけて、そしていろんなとこ行ったんですけど、その、記念の、はい、その公園にも、像がずらっと26人立ってると言った、うん、そこで吉子牧師たちは、はい、殉教者聖会というのをやりました、うん、雨が降ったんでしたかね、はい、そしてまたその次には今度は室内でも集会をやったという、うん、殉教者聖会、そういうことをやるグループがあるわけです、うん、そこへ彼女ももう去年今年2回でしょうか3回でしょうか、出かけるんです、うん、はい、出かけていった。それで帰りに文明堂のカステラをお土産に買ってもらってきてくれましたけどあれはちゃんぽん料理食べてね、はい、そういうこともありましたけれども、いずれ殉教者聖会に出た。殉教者聖会をやるっていうこと、あるいは出るっていうことはどういうことを意味してますか、うん、どういうことを意味してますか、はい、渡る兄弟、どういうことを意味してますか。目的は何でしょうか。そんなに難しいでしょうかね。それじゃあ茂木さんに聞きましょう、はい、殉教者聖会の目的は何でしょうか。信じてない人に福音を伝える、福音を伝えるため、福音を伝えるため、そうでしょう。26人のこの殉教者、その中に、ね、パウロ・ミキという、はい、14歳ぐらいの少年がいました。彼はすごいメッセージをこの十字架の上から語ったわけです、うん、はい、お侍さん、彼らの首をはね、ね、槍をついて殺すお侍さん、なんとかその、ね、殺さないで済む方法ないか、ね、ちょっと今ちょっと信じないとかね、うん、そういうことを言ってほしかったらしい。
でも、はい、いや結構です、ね、天国を越して行けるんですから、素晴らしい場所に行けるんですから、ね、はい、ということなんです、うん、たくさんの説教を語ったんです。イエス様、皆様信じてください、うん、天国に入りますよ、ね、素晴らしい神様の世界に入るんですよ、うん、罪が許されるんです、うん、その説教をしたわけです。誰一人、はい、その時に、はい、転ぶ人はいなかったということで、はい、殉教者聖会の目的は何か、はい、それはそこに参加した人たち、そのグループの人たちは、はい、殉教者になってもいいですよ、殉教者のための、はい、心備えをしましょうということです。そういうことなんです。家族を残すか、奥さんを残すか、旦那さんを残すか、ね、はい、仕事を辞めてしまうかどうか知らない。とにかく殉教者聖会です。去年私もね、夏白馬でメッセージを語ったんです。ただそのもう一人のメッセンジャーがね、こう言いました。中野牧師は、ね、多分と言ったら多分とかどうした、はい、イエス様が再臨するその、はい、空中再臨の時ね、中野牧師は軽挙されるでしょうとこう言ったんです、うん、私も軽挙されるとは言わなかった。なぜ言わないんだろうなと私も思ってたんです、うん、私が中野牧師が軽挙される、軽挙される、私もいつも皆さんね軽挙されるように祈ってろ、ね、今年の御言葉はまさにその御言葉じゃないですか。ルカの21章の36節、あなた方はね、やがてこの起ころうとしているこれら全てのことから逃れて人の子の前に、イエス様の前に立つことができるようにいつも油断せずに祈ってなさいよ。イエス様の前に立つというのは軽挙されることですよ、うん、ですから中野牧師は軽挙されます私が何で、私だけない人になんかね、のくものにされてるような感じになっちゃったんですけどね、はい、うん、ということは、ああそうか、なるほどな、彼らが殉教者聖会やるからにはそれはね、自分たちはね、軽挙されるんじゃなくて殉教の死を遂げるから、ね、その心備えにいるから、軽挙の心備えもそれはあるだろうけれども、ね、殉教者として福音を伝える中において、はい、一人も多くの人を救う中において、ね、迫害を起こり、ね、殉教の死を遂げることもあり得る、うん、その時の、はい、この備え、祈りの備え、ね、逃げてしまわないよ、うん、それを去年今年その前からもう何年もやっている、ね、ですから、はい、そのグループの、はい、の、はい、財産は何かというと、あの長崎の西坂の、はい、丘にある、ね、一粒の お墓の土地なんだ。それ以外彼らの群れは教会、教会堂という財産がない。ですから宗教法人法に宗教法人格を取る必要がない。みんな借り物だ。自分の財産はない。あるものはただ一つ、お墓だけ。こういうことになる、うん、みんないろんなホールは借り物なんだ、うん、街道を建ててね、立派な街道ができましたっていうようなね、あのことはない、うん、はい、ということで、はい、そのグループの、はい、集会、殉教者聖会に出たわけ。今月はこの白馬でスネルゴイ道路者の、はい、集会があって、何するかというと精霊の賜物、はい、予言を語ったり癒しを行ったり、ね、知恵知識の言葉を語ったり、はい、精霊の9つの賜物の、はい、その訓練の集会があるわけです。それは今まさに茂木さんおっしゃったように人々の救いのためです。救いのために、はい、癒しの奉仕が用いられます。救いのために予言が用いられます。救いのために、はい、この奇跡の技が用いられますという、はい、賜物を用いての福音宣教伝道、はい、この強力な伝道をするための、はい、訓練がある。去年私は、はい、よしこ牧師と、はい、出席させていただきました、ね、今年も何か、はい、道がだんだん開かれてきましたけれども、はい、そんなことで、はい、大変感謝しています。
今日の教会学校のね、はい、ゲームがあった。毎週教会学校ではゲームやるんです。今日はね、輪投げをやったんです。輪投げを、うん、はい、ゆきちゃんとかね、まこちゃんも輪投げをやったんです、ね、輪があって、その輪、あの柱が立って輪をポンと投げる、うん、男性は一番遠いの、女性はちょっと近い、ね、子供はもうちょっと近い、ね、まこちゃんもっと近い。今日優勝したのは誰ですか？晴れましょう。誰だと思います？奇跡的に2連発入った女性なの。後ろの稽古姉妹見えてても言ったんですけど、彼女は必ずね、ああいう勝負事ではね、何か通るんですよ、うん、鋭い、勝負強い。私なんか悔しい悔しいと言いながら今日もゼロ点でした。優勝したのはこちらの吉田兄弟の妹さん、そして塩子さん。今日叩いていたとか知りません、まあ、優勝した。なぜ先週私姉妹からバッケを取ってました。2回にわたってバッケ、はい、そうなんバッケを取って、どこで取るの？林の中にある、林の外にある。やっぱり取ることに対して鋭いですから、この輪投げの柱に向かってピッてやる。まさか塩越島が優勝するとは思わなかった。恵子さんとかね、吉田兄弟とか、ね、今日はピアニストの渡る兄弟もいい線まで行ったんですけど、ね、ナンバー2ぐらいなの。私はゼロだ、訓練だ、ね、その、なんていうのかな、そういう備えってですね。吉田兄弟はほとんど空振りする人のない人、はい、私はもうね、点を取るのはごくごく珍しい。飛行機を作ってもらう、リリケです。この輪投げもゼロ点。今日はね、嬉しいことに、ミヤさんが私の仲間になってくれて、彼もゼロ点でしたので、非常に感謝しております。ね、まあ、タスト君も、はい、安らかにしておられますけれども、今日はゼロ点だったので、多分悔しがっているんじゃないかと。はい、まあ、彼も結構いつも入る人。ということで、福音を伝える、祝福を人々に与える、私たちの人生、何のためにこう自分が今ここに立っているか、何のために今ここで盛岡の町で私たちは生活しているのか。そしてもう私のように74歳、うちの、はい、ヨシコ牧師は2月5日が誕生日なんですよ。44歳になって誕生日なんです。2月5日にその殉教があったんです。2月3日は実は宮城ぐらいなんですよね。殉教の2日前なんです。宮兄弟とうちのヨシコ牧師は同じ部屋で生まれたわけです。ほとんどまあ兄弟みたいなもん、ね、宮兄弟は2日兄さん、そういう縁で彼も教会に導かれたんです。船越牧師も、あ、船越画伯も2月5日が誕生日らしい。その人があの銅像を作った。カサリのシニアさん、日本を代表する彫刻家、小説を書いたり、ね、辞典を書いたりしました。熱心な川崎君の信念さん、皆さんご存じの通り、後藤さん、自分の命を、日本の副総理が、ね、万有だった。3回も政府が、行かないように行かないように行かないようにと言ったのにかかわらず、彼は行ったから万有だ、
野蛮な勇気だと。とんでもない、とんでもない。そんなことを言ったのはイエス様が天から下ってきたのが万有になっちゃう、ね、フランシスコ・ザベル日本に来たから万有なの。日本ができもしないの、日本に宣教に来た。たった1年半かそぐらいの間にものすごい信者さんが救われちゃった。万有なの。それ中国が立ってて、中国であのね、なんかあのチウスかなんかかかってすぐ亡くなりましたでしょ。万有なんです、うん、パウロもそうでした、うん、第3回世界宣教会、帰り道エルサレム行こうとしたら、ね、預言者アガポがあなたが行くとこういう風になりますよ、逮捕されて、ね、それで大変な目に遭いますから、やめてくださいやめてくださいやめてくださいとこう言った。パウロは何、はい、預言者のその預言従わなかった、忠告に従わなかった。何あなた方は私のためにそんな、ね、泣き騒いでいるんですか。私は、ね、命が取られることもとより、ね、そこへ行って逮捕されることはちっとも恐れてはいないんですよとこう言った。パウロの心っていうのは、まあ、レベルが違いますね。クリスチャン預言者は行かない方がいい、行かない方がいい。だからご父さんも行かない方がいい、行かない方がいい、行かない方がいい。政治から、政府から言われてデカバで行ったって言うんですよ。ほんでまだ赤ちゃんが生まれるか生まれないか、その顔も見ないで行ったって言うんですから、ね、レベルが違いますでしょう。まあ一般の人々はどう考えてるか、クリスチャンたちはあの人のやったことをどう考えてるか。私もね、あんなことをさ、ね、そんなに騒がしてまた行くのかって思いがあったんですよ、うん、ジャーナリストで。もうそのジャーナリスト平和にやってくれたらなとこういう思いがあった、うん、そう、というかその助けに私のレベルを早く超えてるから。だから高村副総理みたいなね、まあ万有みたいなさ、私の中にもそういうちょっとね考え方があったのかもしれない。だから副総理を非難する資格は私じゃないんですけどもね、うん、そう、うん、神様は私たちにね、この26聖人たち、イエス様ちょっと今は信じませんって言えば助かったの。いや、とんでもありません。それで何が起こったか、はい、彼ら26人殺されたと。リバイバルが起こった。リバイバル、多くの人たちが私たちもあの人たちのようになりたいと思ったらしい、うん、北海道で三浦綾子さんのね、あの周回峠の長野青年、はい、列車の中に飛び込んだでしょ、レールに、はい、そして人々を救いました。あれこそ本当に万有じゃないですか。まだ何か祈ってた方がいいんじゃないかなっていうのはね、感じはしますよ。クリスチャンでも飛び込んだって、飛び込んで死んだ後何が起こったか、北海道にリバイバルが起こったって言うんですね。人々が救われた。北海道の人たちってね、キリスト教に非常にね心開く人が非常に多いらしい。本土の人とはわけが違うとかなんかね、北海道の牧師に言われましたけどね、北海道は伝道しやすいんですよ、中野牧師とか言ってね、うん、あそこお寺もないでしょ、神社も少ないでしょとか言ってね、うん、だからね、悪霊の働くのも少ないな救われやすいな、うん、神様は私たち一人びとりを創造されました。天地を作り、私たち一人びとりを作りました。吉田翔吾さんを作りました。そして今、ね、OHP の奉仕をしております、はい、土曜日に教会の掃除の奉仕をしております、うん、はい、中野牧師のためにも罰金を取ってくださいました、はい、いろんなことをしてください、奉仕をして、はい、塩子さんのお兄さんってものすごい厳しいです。
兄弟が土壇場でお兄さんを天国に送るように私をね電話で呼び出して、ね、呼び出したというのを呼んでください、ね、そして洗礼式を、ね、開くことが許されたんです。吉田兄弟のお兄さん、そのお世話になったお兄さん天国に、それで今度は、ね、塩子さん、塩子さん奉仕をしたんですよ。見えるか見えないかどうか知りませんけど、それが私のようなこのような立場にいると、それはすごい奉仕をしてらっしゃるということになる。この一生涯を、はい、キリストのため、教会建設のため、教会の完成のため、はいはい、世の光、地の塩として、ね、歩んでおられた、うん、去年は、ね、ポスティングのアルバイトをやって、いつか足をくじいたりして、ねうん、休んだりもしましたけど、とにかくやってらっしゃる。今朝塩子さんから言われましたよ、ね、彼女優勝したんです。あれ、これは誰の歌？どうしたら優勝するかということを言われたんです。中野牧師祈ればいいんですよ、これはがっくりと祈ることですよって言われて、いつも私はここで叫んでること逆手を逆手を取られてやった。あ、そういえばあの輪投げの時私祈らなかったなね、わなげをバカにしてたな、祈らなかったわよ、ね、だから彼女もいつも朝出かける時ね、天候が守られるように祈ってる。祈りが枯れるんですよ、中野牧長。こうきさん、今日は天気がね、いいとかなんてあんまり言えなくなっちゃった、ね、今日は拍手もしてない。吉田姉妹のカウンターパンチがやっぱり、ね、ガクンってやられて、うん、そんな感じ。祈りが聞かれますよとこう来たんですね。僕の手で本当にすごいですよね、うん、輪投げもそれはすごいですけど、うん、教会はこの辺りですからね、はい、どうぞ皆さん、うん、この人生はたった一回の、たった一回っていうことは非常に意味があるんですね。仏教の方だと輪廻でくる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 回って何回も何回もあるらしいからね、うん、1回2回心配したって失敗したって、ね、全然怖くないって感じでしょうね。ところがこっちは1回生きて死んで裁きを受けることが定まっていると思うんです。それで神様は私たちを、はい、ご自分の目的のために作っておられる、はい、その目的の、はい、中心は何か、人々を救うため、人々に祝福を与えるため、すなわち神様の真理を世に照らす世の光であり、地の塩であり、ね、はい、人々と神様との間に立つ王なる祭司の務めをこうするんだという、愛を持って、愛を持って、皆さん家族に対する愛が必要です。盛岡の人たちに対する愛が必要です、うん、ね、職場の人に対する愛が必要です。どういう愛ですか、はい、その人が、はい、死んでも天国に入れますようにという愛、救われてイエス様の形になって祝福に預かれますように、はい、なるというその愛な、神様は私たちを愛の人、すなわちキリストの形に作り変えるということが神様の私たち人間に対する究極的な目標らしい。神様の言葉に従って、はい、人々を愛を持って人々を、ね、イエス様を紹介する、神様を紹介する、はい、この務め、どんな職場でどんな仕事をやっていようが、その中で、はい、自分の主人に対しても同僚に対しても愛を持ってやる。私は牧師としてどういう心構えを持っているかというと、年上の女性にはお姉さんのよう、年下の女性には妹のよう、男性には自分の兄弟のよう、
おじいちゃんおばあちゃんには自分の、はい、おじいさんのように、神の家族のおじいさんのように、はい、言葉を語る、そういう態度を、はい、言ってます。これはまあパウロがそう言ってますからね、皆さん、パウロの手も手だの、ね、テサロニケだの、あるいはペテロの手紙を見てくださると、ね、年寄り の女性にはこうしなさいとかね、若い女性男性にはこうしなさいと言ってる、すなわち兄弟姉妹に対するようにな、そういう姿勢、心構えでいなさいよっていう、自分の兄弟に対する心構えでいろよって、他人じゃないんだよって。私には兄がいます、姉がいます、やっぱり兄なんです、姉なんです、未信者という。お世話になったこの兄と姉なんです。ですからお二人が天国に入れるように、ね、ひたすら祈り、ね、自分のなすべきことを、ね、なしておりますけど、だん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 近づいてきました。そうなんです。皆さん方のお父さんお母さんに対してもそうなんです。自分の家族に対するような、はい、心思いで、自分の家族に対するように兄弟姉妹に対して、はい、そういう態度とそういう言葉と、はい、そういう心がけを持ってやらなきゃいけないよ、うん、すなわち血のつながった、ね、態度を取る必要があるぞと、身を、はい、謙遜を持って、恐れを持って教えたり進めたり、ね、励ましたり、ね、戒めたり、いろんなことがありますけれども、その中に愛があるかないか、ね、愛によって働く信仰こそが価値あり、人を生かして立て上げるものですよとこう言っている。